今、ゾクゾクと入ってきていただいてます。あの、各メーカーさんの方々がなんか、ちらほらちらほら名前がいっぱい見えてます。出しといて、そうですね、まあ今日は非常に陽気な天気ですけれども、あのだん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 また寒くなってきてますので、皆さんお気をつけくださいって形ですし、エプソンさん、長野寒いんじゃないですか？あの朝は9度でしたね、今日は。9度ですか？はい、まあ、今昼は気温上がってますけども、はい、あと今59分なので、帝国になったらスタートするって形にしたいと思いますけれども、私今これを見てもすっごい光景だなと思ってます。あのなかなかこんな対談実現することできないので、非常に今日なんか面白いトークができたらいいなと思ってます。あのちなみに視聴者の皆さんに言いますけれども、本当にいい話を一発撮りでやってますので、あのどんな回答が出てくるかっていうのが非常に楽しみだなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。たくさんあると思います。あの画面下の方の Q&A の方には質問を入れていただければいいと思いますし、あとチャットの方にはなんかいろんな意見入れていただいたらいいです。あの私から見てたら、例えばなんかサガスさんと中井さんの後ろなんかすごいなんかどこにいるんだろうっていうような光景になってると思いますし、なんかここどこですかってのでです。どんどんチャットなんかも入れていただけたらいいと思います。はい、そうしましたら3時になりましたので、本日のウェビナーの方をスタートさせていただきたいと思います。あの本日は、エプソン販売さん、セイコエプソンさん、そしてコニカミノルタさんという、まああのまあ、3社というか、まさか2社、そして、まあ、我々入れたって形で対談形式で行っていきますけれども、あのもう私から説明も必要なく、もうエプソンさんのモナリザで、コニカさんのナッセンジャー、まあ、この2機種は世界のインクジェットをもう牽引してきた間違いない2機種でございます。で、まああのまあ、デジタルトランスフォーメーションっていうのが、まあ、今ずっと我々課題にしてますし、当然メーカーさんとしても非常に気にされてるっていう内容になってきますけれども、まあ、この話今に始まったことじゃなく、もう2000年の頭頃からずっと話をしていて、世界はどんどん進んでいる、日本はなかなか進んでいかない、まあ、その中において、まあ、日本どうしていくのっていうのが、まあ、やっぱり大きな一つのテーマになってると思います。でまあ、この中で、まあ、特にやっぱり、まあ、コロナウイルスの影響が出始めたっていうところを、まあ、一つの、まあ、逆にチャンス、まあ、きっかけとしてデジタルトランスフォーメーションを進めていくっていう中で、あのどんなことができるのかなっていうのが、まあ、あの今回の対談のテーマとなってますので、よろしくお願いいたします。ですね、まず最初にちょっと私の方から簡単にご紹介させていただきます。私の画面で、左の真ん中、小野様がエプソン販売さんから。で、私の画面の小野さんの横右側が、セイコーエプソンの桑田様。で、桑田様の下が丸山様って形になってます。で、画面私の左が、コニカミノルタの坂津様。そして、小野さんの下が、中井様となっております。あの、この6名でお送りしてきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、ですね、ちょっと早速入っていきたいと思います。私の方で画面共有させていただいて、まず、ちょっと大きな流れから、進めていきたいと思ってますけれども、本日のテーマ、ウィズコロナ時代における日本のアパレル業の可能性ということで行っていきます。実は昨日夜、ニュース23見て、面白いなと思ってたのが、コムデギャルさん見ました。言ってたんですね。この方、本当に
報道陣の前に出てくるなんてことをめったにないので、なんかすごいなと思ってたんですけれども、まあ、やっぱり業界自体がすごく、まあ、停滞していたり苦しい状況の中、なんかまあ自分が何できるかって言ったらそんな大したこともできないんだけれども、とにかくまあ、この業界に元気を与えなきゃいけないということで出てきたということで、まあ、ここのちょっと右上のところにものづくりの原動力っていう書き方されてました。なんかここ最近実は私インクジェットこうウェビナーなんかをやってる中で、まあ、消化とか TTG、まあ、いわゆる T シャツプリンター中心にやっていくと、なんかものづくりというよりもなんかすごいシステマチックな話ばっかりになってて、なんかちょっとなんか個人的に物足りなさを感じたんですけれども、久々のニュースこれを見てなんかちょっとまた元気が出てきました。その中で川久保さんちょっと言ってたんですけれども、まあ、乗り越えるしかないと。ものづくりに関わってくださる方がたくさんいらっしゃる。スタッフもいますし、商品をお店でセールスしてくださるスタッフもいる。基本に戻って毎日毎日新しいものづくりをすることに向けて、その日その日を頑張るしかない。まあ、人間というのはハングリーであれば、厳しい状況であれば、それをバネにしてもっと前に行くパワーがあるはず。で、まあ、まあこんなことをおっしゃってた形です。なんかこう、普通の紙の、まあ、業務用文章を印刷することと違って、やはり服のプリントっていうものは人に感動を与えたりするっていうものにおいて、やっぱり作り込んでいくっていう姿勢非常に大事なんじゃないかなと思ってます。今日はそんなようなこともなんか皆さんを元気づけるようなことができたらなっていうふうに思ってます。はい、そうしましたら、今日のお題実は3つ用意されしていただいてます。で、1つ目消化や DTG、 いわゆる T シャツプリンターです。これは、まあ、DTF、まあ、生地のダイレクトプリントをやっている2社にとって脅威なのかという話ですけども、これまあエプソンさんは両方ともされているので、これまたちょっと立場が変わってきますが、ここでお話ししたいなと思っているのは、で、まあ、この最近すごいクロスオーバーという言葉よく使ってますけれども、どうもなんか私から聞いててメーカーさんがおっしゃってるところってクロスオーバーしてないんじゃないのっていう部分を感じたりしています。ちょっとここに関しての交通整理をしたいなっていうことが一つと、二つ目のテーマ、ザラから見習うべきことというタイトルにさせていただきました。ファストファッションの代表格ザラっていう形で、いや日本の産業ザラから何学ぶのと、ファストファッションって日本じゃ無理じゃないのっていう形があると思います。ただ、まあ、ザラさんのやってるビジネススタイルっていうのは非常に中小企業にとって参考になることってあるんじゃないかなと思ってますし、これからどこに仕掛けていくかっていう中において大事になってるかなと思います。で、3つ目、今こそコモチコを見直そうっていう話させていただきたいと思います。コモを見習おうって話って本当に20年前からずっと言ってるんですけれども、コモってただ場所を示してるだけで業態も違いますし、まあ、その中で勝ち組負け組が出てきたりなんかもしているっていう中において、まあこのコモっていうのを、まあ、基準なく何も話しても分かんないので、コモっていうエリア、ここの成功事例なんかを元にお話をできたらなと思ってます。こんなお話できるのも本当にエプソンさんとコニカさんがこのエリアを開拓してって世界中に出てっていただいたっていうことで、今回この大きな3つのテーマについて話できるってことで非常に感謝しております。では早速ですが、最初の消化や DTG は脅威なのか、市場のクロスオーバーについてっていう話させていただきたいと思います。後ろに使われている写真って、これ H&M さんですね。で、この H&M さんですけれども、まあ、来年250店舗削減しますよ。250店舗だったかな。250だな。で、店舗閉めてオンラインの方にどん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 移動していきますっていうお話がされています。まあ、一方、ザラさんも2020年までに世界中で1200店舗閉店するっていうような形でお話しされています。まあ、この2つが牽引してもう店舗商売終わり、世の中オンラインでオンデマンドで言ってるのが、まあ、今の業態に近いんじゃないのかなっていうふうに私は感じております。
で、まあ、そのオンラインだとか、まあ、オンデマンド生産でよく代表的に挙げられるのが、これ日本で、ネット販売で T シャツだとかいろんなグッズ販売されているすずりさんというサイトです。ここ日本でもかなりたくさん売られているという形なんですけれども、まあ、本当にいろんなデザイン持っておられます。何万点というデザイン持っていて、まあ、それをまあネット上でこういうふうに掲載してどん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 売っていくんですけれども、価格ちょっと見えますかね。これちょっと小さくてすいません。例えばこの左側のところにあるウツボって書いた T シャツ、これ2180円です。まあ、その横の T シャツちょっと高くて2580円だったりしますけれども、まあ大枠2000円から3000円の頭ぐらいのところにいるような商品っていう形になってます。で、ちょっと対談入る前に一回交通整理したいなと思ってますが、こちらに出させていただいている表は、デジティック研究会でも先般使われておりましたが、非常に有名な表です。日本とアメリカとヨーロッパと、まあ、中国、東南アジアの新興国において、どんな風にブランド、分布しているのという形の話の時に、一番右側見てください。上のところ、ラグジュアリー市場、これは10万円以上の価格帯ゾーン。で、1万5000円から10万円のゾーン、これがアッパーミドル市場。で、ロアミドル市場っていうのが3000円から1万5000円の市場。そしてそれ以下、まあ、新興国の現地格安衣料品っていう形の4つに分かれているときに、一番左の日本、これ3つ分布がなんかすごく綺麗に分かれたイメージになっております。まあ、つまりラグジュアリーとアッパーミドルとロアミドルっていうのが均等になんかいて、で、ロー市場っていうのがなかなか存在していないよっていうような形ですね。で、一方、まあ、右側のところの、まあ、アメリカだとか、まあ、西洋っていうところを見ていただくと、やっぱりローアミドル市場っていうのが圧倒的に大きな規模を占めていて、まあ、トップのラグジュアリーっていうほどあんまり変わってないんですけれども、まあ、そこの層っていうのが全然違うっていうことになっております。で、この表のこの金額よく見といていただきたいんですけれども、先ほどのちょっと日本だけちょっと抽出しました。3000円から1万5000円がローアミドルで、1万5000円から10万円がアッパーミドルで、10万円以上ラグジュアリーってしたときに、ですね、日本のまあ一般的に先行所さんが加工されていることが多いんですけれども、インクジェットが入っていたり、あるいはもっと言ってもアナログのレガシープリント、まあ、スクリーンだとかもろもろ含めてなんですけれども、商売していたゾーンって基本的にこの緑の点線でくくってる市場だったと思うんですね。これ当然、最終的に全部の縫製までを日本でやってるわけじゃないです。日本でプリントして海外縫製したりということも含まれてますけれども、まあ、最終的にターゲットとなっていたゾーンというのは確実にここだったはずです。ところが、このコロナによって直撃したゾーンというのが1万5000円から10万円のゾーン、いわゆる百貨店で販売されているゾーンであって、まあ、これによって影響を受けたのが、まあ、もうご承知の通り、もうレナウンさんなんかはもう完全にここのゾーンだったわけです。ところでですけれども、まあ、ここちょっとエプソンさんの記事出させていただきましたけども、 T シャツとか消化、先ほどのすずりさんの事例見てください。 T シャツの価格3000円未満ですよね。ロー市場だったんですよ、実は。つまりこういうところのゾーンを今、ロー市場に関して T シャツプリンターとか消化っていうのが中心にマーケット広がってきてるけれども、アッパーミドルにあったところって未だにすっからかんになってませんかっていうところが一つと、で、今後ローアーミドルとロー市場の境目、いわゆる上代3000円ゾーンってところは、先ほどの H&M さん、ザラさん、ここに参戦してきますって言ってました。T シャツプリンターで T シャツガンガンやって商売するんだっていうところは、今後確実に激戦区になってきますよっていう中において、この1万5000円から10万円のゾーン、ここのアッパーミドル市場に対してメイドインジャパンクオリティというもので勝負できないのかなっていうところが今回の一つのテーマとなっております。私の方でちょっと冒頭の方ちょっと長くなりましたけれども、
ここに関してちょっとトークをしていきたいなというふうに思ってますが、ですね、まず私先にコニカさんに聞きたいと思ってます。と申しますのも、コニカさん、こういう T シャツプリンター機とか消火器、消火系の機械持ってませんので、ここのゾーンに今新たにどん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 、参画してきてるっていうところは、市場がずれてるとはいえ、脅威なんでしょうかね。これ、坂田さんでいいですか？はい。脅威か脅威じゃないかといえば、無視していい存在だとは思ってません。ただし、我々今持ってるスタンスと、あと、お客様のそのお仕事も含めて考えた場合に、本当に直接その消火とか、あるいは顔料のプリントが脅威かといえば、これもまた別問題です。で、我々は産業マシンを作っていくという中で、やはりある収束以上の、製品で、当然お客様は選考所というターゲットがある中で今戦ってます。で、最終的にはやっぱりボリュームがものを言う世界にはなってきますけれども、要は今山村さんが言ったように、このアッパーミドル市場、日本で言えば百貨店アパレルですよね。この辺のお客様を中心にどうボリュームを取っていけるような仕事をできるような機会を作るか、あるいはそのためにその消耗品の提供、あるいは、新しい技術の提供っていうのを考えていかなきゃいけないのかなとは思っております。ただ実際に顔料とか消火という手軽ないろんな間口が広い製品、これに関して全く無視していいかというとそうは思ってませんが、現段階で考える中では直接の脅威とは思ってないというのが現状です。ちょっと今日そうですね、冒頭お話しするの忘れてましたけれども、消火電車の話をした時に必ず出てくるのがサッカーだとかバスケットとか野球とかのユニフォームの話出てきますけれども、ちょっと今日このゾーンは別扱いしようと思ってますというのも、ちょっとあくまでも街中を歩くファッションなので、背番号9で自分の名前入れて歩く人ってなかなかいないと思いますので、ちょっとカテゴリーが違うという形で分けておきますけれども、ファッションそのものとして見たときに、私もやっぱなんかターゲットって違ってるんじゃないのかなっていうふうには思ってるんですが、ですね、ここに関して逆に、モナリザという武器を持ちながらT シャツプリンターと消火も持ってきて、ここの業界をクロスオーバーさせようとしているエプソンさんから見て、ここのゾーンってなんかどういうふうに解釈されているのか聞いてみたいなと思ってるんですけども、これは両方になるとやっぱ重さになりますかね。桑田さんの方がいいかな。桑田さんどうですかね。確かに消火電車はスポーツウェアが主力であるということは、弊社側の販売を開始した2012年の末から、変わってはいないところです。であとはちょっと国 の, 違い、地域の違いがございますが、特に新興国ですね、南米とかインドとか、中国とかっていうところに行けば、ローカルファッションの寝頃感のある、ポリエステル素材のものも消火電車が使われることが多いです。で、消火電車のメリットは非常に安価な44インチの幅のものから、幅広のものまで選択肢がありますので、非常に小さな規模の業者さんから、設置台数を増やしていって、それで生産性の高いものに置き換えていくことで、拡大できるっていう、スケーラビリティですかね。で、ただ一大欠点はもうポリエステル、専用である。いくら高機能なポリエステルの素材ができたとは言っても、やっぱりコットンやり対応とか、最近増えてきた混合対応っていうと弱いっていうのが大きな欠点になるかと思います。で、T シャツなんですけども、
まあ、大きな違いが、あの昇華電車および我々があの今日メイントピックスとするあのダイレクトナッセンの機械と大きな違いなのが法制済みっていうところだと思うんですけれども、あの新興国で法制されたもの、で、白赤、紺っていうのは、まあ、G 色はもう染色でついていて、あとはあの生地の厚みあるいはあのサイズで、バリエーション揃えておいて、でオンデマンドで答えていくと、でそういったものに付加価値がつく市場っていうことなもんですから、まあ、アメリカがあの圧倒的な代表格で T シャツの市場の約6割と言われていますけども、あのコロナの最中もあの T シャツをオンラインで販売されている業者さんは全然びくともしなかったと、かえって業績伸ばしたというようなところも出てますけども、少しあの、プロセス上法制が終わってるっていうことなもんですから、あの今直接のダイレクトナッセントの、 あの、接点というのはなかなか見えてこないかなというところはございます。で、あの接点についてなんですが、あの、まあ、弊社はあの最近、F の1050という昇華電車プリンターを発表しまして、それと同じあの技術の土台に乗った最もあの低価格なあのモナリザの8000というのを出したんですけども、あのこれはあのそこにクロスオーバーが出てきているというのを意識しております。あの特に、こういったあの700万800万円クラスの昇華電車機を、複数台入れる大きな業者さんというと、やっぱり新興国の生産ハブ国が中心にはなってきますけども、そういうところでポリエステルもコットンも対応したいよということで、あの、じゃあダイレクトナッセンもということなもんですから、あの昇華電車があのダイレクトナッセンに脅威を与えるというよりは、あのいろいろな記事に対応できるとか、あるいはスケーラビリティに乗って拡大していたお客さんがさらにダイレクトナッセンで広げていけるとかっていうようなところで、あの相乗効果あるかというふうにあの考えています。ありがとうございます。あ、すいません、小野です。意外とその昇華電車がユニフォーム以外にも結構スポーツウェア、特にゴルフウェアなんかは結構使われていまして増えてきてるんですよね。ですから結構先行所さんでも今、ポリエステルの部分を、分散でということじゃなくて昇華電車っていうのを結構、興味を持たれてるところというのが出てきてますし、まあより、ショーロットができるというメリットがあるというところもあると思うんですけれど、スポーツウェアというかいわゆるユニフォームとはまた別のですね、ポリエステルの機能性の生地の中で、柄物ということで特にゴルフウェアが多いようですけれど、そういったものが結構出てきている感じですね。ありがとうございます。ちょっとですから、あの割とローアーというよりはちょっと上ですかね、アッパーミドルのほんと下のあたりのところのちょっと、高めのゴルフウェア、結構昇華電車で作られています。小野さんに質問していいですか？はい。そういう意味においてね、例えば ML8000 リリースというか発表しましたよね。で、それを紙転写も使えるようにするとかいう感じにいくのか、あるいはシワカラーをもっとスピードアップしていくという考え方なのか、その辺ってどう考えてます？そこは、桑田さんの方からお願いします。商品企画の話になりますね。まあ、布生地ですね、ファブリックをしっかり搬送するという、まあ、ソフトサインあたり の, あのバルキーなあのもので十分だよっていうんであれば、まあ、ローラー搬送を中心にして、あの大判のプリンターの延長線上でいいんでしょうけども、まあ、少なくともあの御社のナッセンジャーとかあの弊社のモナリザのようにいろいろなあのファブリックに対応して、コーヒーなものっていうことになると、あのしっかりしたグルーベルトの土台が必要というふうに考えていますので、そういう意味でそこは機構を違えて、パッと見は違いますけども、弊社の中ではキャリッジ部分まで共通化させていますので、兄弟機として考えております。ありがとうございます。
伺っていいですか。これ両方の会社さんにエプソンさんにもコニカさんにもちょっとご質問なんですけど、正直分散インクはもういいかなって思ってたりしてません？っていうのもなんかそのあれですね、ファッションの中でまあ絶対的にまあダイレクトじゃなきゃダメだとか、まあ絶対に消化じゃなきゃダメっていう、まあ素材だったりいろいろあると思うんですけれども、こと分散染料ってものに関しましてはやっぱり、まあ、先ほどの話やと、まあ、この日本のアパレルの課題って、まあ、一つは蒸しと洗いっていうプリント後の工程っていうところの問題と、もう一つは先ほど T シャツの話でありましたけど縫製っていうところの問題なんですよね。で、まあ、この2つの課題ってプリンターそのものじゃ解決することって絶対できない中において、やっぱりポリエステルに関しては正直水を使わなくていいっていうところと、まあ、あと、まあ、要は洗いと虫がいらないわけであって、まあ、場所の制限っていうのが一つ外れてくるっていう中において、ダイレクトの分散機って今後日本でどんどん増えていくっていうイメージが私には全く湧かないですね。例えばこれが車とかの産業用機器ですごい堅牢度を持ってるようなインクで車のシートをオンデマンドで作るんですよっていう話になったら話別だと思うんですけれども、一般的なテキスタイルアパレルの分散、ここってまあちょっと企画をしてたり販売をする身にとってはもうここちょっと開発止めてもいいんじゃない、むしろ他の方頑張ろうよとかっていうふうになんか思ってたりする気持ちってあったりしませんかね。これ会社の意向とかじゃなくて個人的な意向でいいです。個人の意向を、あ、コニカミノルタの方ですけど、はい、個人の意向でこれは発言させていただきます、はい。個人の意向としてはやっぱりこれ住み分けがあるのかなと思って私は取り組んでますと。で、お客様においても例えばヨーロッパのお客様、この間見学も行きましたけれども、レッジャーニの紙転写を、なんだろう、4台ぐらい持ってますかね。でもやはりダイレクトも持ってると、まあ、基本使い分けは何かと言われましたら、素材感のあるものと、うん、堅牢度がうるさいもの、うん、この2点はダイレクトでやってますと。で、あとは全部消化転写でやってますという中で、実際比率としてはもう消化転写でやってるのが8割で、ダイレクトでやってるのが2割程度だという使い分けをしています。で、まあ、当然加工賃の話も消化転写の方が安くやっているという中で、先ほど出たアッパーミドルやもうちょっと上のクラスを狙った時に、我々例えば日本の選考所さんとお仕事させていただいている中で、果たして値段の方に走って我々の商機があるのかとか、いろんな部分がありますし、そのやはり日本でやるんだったら素材感を生かしたり糸の中空で作ってとか、いろいろ工夫してる素材感を潰してしまっていいのかっていうのもあるんで、そこはまあ絶対量としてはやっぱり消化転写の方にどんどん流れていくと思ってますので、そこは考えないといけない部分ですが、使い分けかなと思ってます。なるほど。エプソンさんどうですかね。せっかくなんで丸山さんお話ししてもらいましょう。はい、エプソンの丸山です。私としましても、またこれも個人のあれなんですが、やっぱり使い分けかなというふうに考えています。でやっぱり圧倒的にそのダイレクトと消化転写で違うところというと、やっぱり不安ですよね。その今坂田さんもおっしゃってましたが、その素材感をいかに出せるかっていったところ、でやっぱりその通気性っていう観点でも、その消化転写とダイレクトっていうと、まあ、その素材にもよるんですが、ダイレクトの方が柔らかくて風通しもいいっていう素材もやっぱりポリエステルの中でもあります。なので、まあ、そういったところも、あとですね、やっぱりそれなりに大量生産をしていくときにどうしてもこの紙のこのウェイストが出てしまうといったところとなると、やはり、まあ、ダイレクトと消化転写ってこう使い分けていく、その必要はあるのかなっていうふうに
考えています。であと一点もう一つですね、あのブランド系という観点ですね、特にあのレディースのアパレルですと、あのやっぱり裏がちょっとこう白っぽい消化電車ですね、やっぱりこう表面発色はいいんですが裏がもうちょっと白くなっちゃいますよね。でああなるとちょっとやっぱりこのアッパーミドル層ので売っていくにはちょっとチープな感じがやっぱり出てしまう。なのでそこはこのままダイレクトでしっかり裏まで染めるプリントするっていったところ、そういったこの使い分けができるのかなというふうに考えてます。ありがとうございます。まあここってすごく難しい内容になってきますけれども、まあ、ちょっと今裏抜けって話ありましたけども、うん、なんかあの裏抜けの話いくと結局レガシーナッセンとまた比較になってって、なんか堂々巡りになるような気がして、私はちょっと仕方ないなと思ってますけれども、まあ今のところ、まあ、あのエプソンさんもコニカさんもあくまで個人的な主観ですけれども、まあ多分これはまあ会社としても当然マーケットを使い分けてるっていう前提は当然ある中において、やっぱりなんかまあ両方いるんじゃないのかなっていうようなことだと思います。ですね、そうしましたらちょっとまあ消化とかに関しましては、まあ敵視ってわけではないって、まあ当然気になる存在ではあるけれども、まあ真っ向からバチバチぶつかってる商材ではないよっていうのはまあ事実なんじゃないかなと思います。なのでなんか全部が全部なんかもうコットンも全部ポリエステルにっていうような感じとは、なんかちょっと世の中の動きとはなんかちょっと違ってるんじゃないかなっていうふうにちょっと私の方では感じました。ですね、そうしましたらちょっと次のテーマも移っていきたいと思います。ですね、ザラから見習うべきことっていうことでお話をしますけれども、ちょっと早速なんですけれども、ちょっとクイズ出させていただきます。この数字なんだか分かりますかっていうことなんですが、まあ、ザラさん、H&M さん、ユニクロさん出しました。ザラさん 5.01、 H&M さん 2.92、 ユニクロさん 2.47。 さあこの数字なんでしょうっていうところなんですね。これ見てる方もぜひご検討いただけたらなと思ってますし、どうですか、なんかこうピンときますか。中井さんどうです。ちょっといいよ。いやいや、これ教えてもらってやってるんで私から言うのははばかれます。社長からどうぞ。このさ、この数字何だか分かりますか。答えちゃっていいんですか。はい、在庫回転率ですよね。はい、正解でございます。商品回転数、まあ、って形になります。で、まあまあ、商品回転数って売上高を、まあ、在庫高で割ったっていう形の数字になりますけれども、私ファストファッションを全部分類して考えましょうって常々いろんな方に言ってて、特にユニクロさんは別にさらに区分しないと訳が分かんなくなりますよっていうお話なんですね。で、今ちょっとこれもここ最近過剰だなと思ってるのは、まあ在庫ゼロにします。これ僕もなったらいいと思うんですよね。そうすると在庫ゼロになると、まあ商品回転数という概念すらまあ全くなくなってくるわけなんですけれども、まあ、この数字をどん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 高めていくと、まあ、健全経営になっていくっていうお話になってくるわけなんですが、これ、ザラさんと H&M さん、まあ、ユニクロさんって、まあ、先ほどちょっと違うって言いましたけれども、ユニクロさんってなぜなら定番しかないんですよ。で、だら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 ずっと売ってって、在庫しててもいいから売り切っちゃうっていうスタンスがユニクロさんなんで、ユニクロさんこれでいいんです。で、ザラさんと H&M さん、この違いっていうものをよーく理解しておかないと、で、ファストファッションがっていう話ってやってしまうと話がややこしくなるんですが、ザラさんがなんでこんなに商品回転数がいいのかっていうお話を、ですね、これは
本当は今日視聴者の中の方が多分皆さんね結構海外チームご存知だと思うんですが、あのイベリア半島に強いコニカさんからなんかちょっとここでご説明いただけますか。坂田さんいいですか。いや我々があのザラさんを語るのはおこがましいですな。まあ、あのザラさんの場合はやはりあのこれはもういろんなところでも言われてますけれども、やはり店頭の鮮度を常に保つというのがやっぱり一つあります。で彼らは まあ、ある意味ヨーロッパの、まあ、スペインの会社ですけど、その周りで、ほぼあのプリントもし、縫製も、まあ、縫製はたまにあの北アフリカの方に回したりもしますけれども、しで彼ら必ずスペインの自分の物流センターに集めて、そこから全世界にばらまくと。でその中で要はあの店頭在庫を常に回転させ、常にフレッシュにさせて、基本もう売り切れごめんど商売をあのモットーに、あの同じものをあまり作らないという、あの少なくともその中でじゃあどういう方法を取ってるかっていうと、もちろん定番商品彼らデニムとかもございますが、例えばワンピースとかそういうものに関してはあの定番の水玉もあれば、とにかくその時の流行りの色やらあの各国のシーズンに合わせたカラー、その辺で、プリントでどんどんあの店頭のイメージを変えていく。で同じものワンサイズ2個ずつぐらいしか、極端なこと言えば1店舗に置かずに売り切れていけばどんどんなくなっていくという形にやっているというのが彼らのスタンスだとあの考えています。でそういう中で、まあ、これはあの我々のナッセンジャーの入っている工場しかりですけれども、やはりあの小ロット多品種といいますが、あの決して小ロットじゃなくなってきてるわけですね。ザラさんなんかといいますと、要は多品種を2週間工場に対しては2週間でプリントを回せと、で企画自体も3週間ぐらいで多分立ち上げてどんどん回してるという中で、やはり我々で言えば SP1 のような超高速機、こういうのがインクジェットという強みを生かして回している。これある意味インクジェット の, あのそのまま日本でこうこれを参考にしろとは思ってませんけれども、インクジェットという武器が登場したことによって彼らのプリント の, その店頭の回し方が変わってきてるんじゃないかなと思ってます。こんな感じですが。ありがとうございます。もう本当におっしゃる通りだと思うんです。ザラさんだとか H&M さんが世界中に作ったものの一つ、まあ、世界中じゃないですね、正しく言うと世界のいくつか何箇所かに旗艦店って呼ばれる、まあ店舗を作りましたよね。あの旗艦店なんていう言葉、インクジェットが始まった2000年頃には多分なかったっていうか使われなかった単語だったと思います。あのこの旗艦店っていうところで先行的に物を売って様子を見ながら売れ行きを見ていって、そこから物を、作って販売していくっていう形を取り始めたのはこの2社です。で、まあ、ザラさん、H&M さんにしましても、店舗削減するって言ってますけれども、必ず店頭での売れ筋っていうのは確認するわけなんですよね。100% オンラインになるっていう形式は絶対に取らないはずです。まあ、その中において、ここ最近、店舗はいらない、全部オンラインだっていう商売って、本当にまずファッションで成立するのっていうのは、私の中で一つ疑問に思っているところではあります。で、ザラさんと H&M さんの違い、もう少しちょっと言ってて、で、ザラさんなんで真似してべきなのかっていう話しますけれども、サガスさんのお話にあったように、ザラさんって基本スペインとポルトガルで全て加工してます。一部縫製がアフリカで地中海を渡ってモロッコだったりとか、アフリカの方なんかでも縫製してますけれども、資産モデルですよね。いわゆる自分のところのエリアで最終形態まで作れちゃうよっていうスタイルをしっかりやられてるというところが、やっぱりそこが H&M さんとの違いです。H&M さんは、もう人件費の安いところで製品縫製まで全部どっかにポーンと丸投げしたのを製品買いするっていうスタイルって形を取られてますけれども、
ザラさんって実際自分のところで染めますし、裁断までは絶対します。で、必要なボタンなんかのパーツなんかもザラさんの方で購入して、それをセットにして縫製工場で流すっていう形なので、あの製品購入型の SPA 型のマーケティングではなくて、限りなくメーカーに近い、まあ、のファッションブランドだっていうところが一つのポイントだと思うんですね。で、まあ、やっぱり日本のまあ専攻所とかの業態って、まあ本当にあ、まあ、よく川上川中川下って言いますけれども、役割がブツ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 分断されて複雑化していろんなところに在庫が溜まってるって形になりますけれども、本当はまあブランドさん側に染めろとは言わないですけれども、パーツだとかもろもろ含めてってある程度まあ商売流しやすくするような形、こういったところもあのブランドさん側にもお願いしなきゃいけない部分っていうのが必ず出てくるかなと思いますし、やっぱそういうところをうまく使っていかないと、まあ、これ以上の DX 化ではなかなか進まないんじゃないのかななんていうのを私自身は感じたりしています。ちなみにエプソンってファストファッション系でなんかやってるイメージってあんまりないんですけれども、実際結構入ってたりするんですか？あ、トラスボの商品ですか？はい、ファストファッションで売られてるものにとしては明確にお答えできないものはありますけれど、はい、私どものモナリザで印刷されたものが、ファストファッションで売られているということはあります。まあまあまあ、当然使わどっか世界のどこかで使われているのは間違いので、はい、全く使ってないとは言わないですけれども、うん、はい、少ないですねまだ、はい、なんとなくイメージ的になんかあんまこの図は見ないなっていうイメージが、まあ、正直、まあ、あれですよね、まあ、2015年のイトマ、まあ、その前のまあイトマから、まあ、MS さんのラリオっていうまあラインヘッドが登場して、2015年コニカさん SP1、 あとまあ SPG さんだとかもラインヘッド作ってますけれども、まあ超高速のシングルパスキーを持ってるところがなんかいっぱいやってるかなっていうイメージっていうのは当然あります。まあ当然量が違いますんで。まあ、なので、ラインヘッドを日本に入れるっていうのは、ちょっと正直難しい話じゃないかなと思ってますけれども、このチタン型のビジネススタイルと、機関店なんかをうまく使いながらやっていけば、日本でも、なんかビジネスってファッションって成立するんじゃないのかなっていうふうに思ってますけれども、まあ、従来通りの川上から川下へ流れていくパイプライン自体をまあ海賊していかなきゃいけないっていうのも日本における大きな課題だと思います。結構時間食ってますね。残り20分ぐらいになってしまいました。今日の日経新聞に、はい、あのオンワードさんが占い店舗を出店する、はい、いわゆる試着をするだけの店、うん、というものを、新設をしていきますということで、出てましたね。今までオンワードさんが在庫回転が日数約63日ということで、非常に2ヶ月、ほぼ在庫作ると2ヶ月間かかるという売り方をしていたものをやっぱり変えていくとところが今日載ってました。やっぱりそういったところの中でいくと、今後日本もそういった、オンデマンドのものに徐々に切り替わっていく流れができてくるのかなというふうには感じましたけれど、あのオンワードさんは結構苦戦と言いますか、苦労されてるながらなんかいろいろやってますけれども、そうですね、まあ、やっぱり、まあ、オンワードさんどうしても百貨店ビジネスが中心だった中において、本当にあの客層が試着だけのために店舗行くのかなって、僕ちょっと結構疑問なんですけどね。うん、なんかあの、買いに行って試着したら悪いから買わなきゃいけないっていう方がなんかたくさんいらっしゃるから、なんかむしろ試着だけってなんか非効率なんじゃないかなっていうような客層にも思えてしょうがないところはあるんですけれども。はい。そうしたらちょっと最後のテーマいきます。今の手前のテーマがどっちかというと、コニカさんが得意なファストファッション寄りだったんですが、
最後のテーマはもうエプソンさんの得意の磁場コモっていう形になるかと思います。このコモのエリアは本当に2000年代初期からずっとデジタル化が始まっていって、まあ、モナリザが入った後の2005年付近ぐらいプリントの確か8割近くをモナリザで加工してたっていう噂が出てるぐらいエリアでございます。ただこのコモ地区って実はなんでできたかって言ったら日本のせいなんですよね。このコモっていう産地ってもともとシルクの一大産地でした。日本で言ったら桐生みたいなエリアです。で、ところが、まあ、戦後の急成長を日本が遂げていく中において安い人件費でもっていいシルクの糸をどんどん作るようになった日本にこのコモのエリアが負けるようになってしまったと。で、その時にコモっていうエリアを再興するためにどうしてたかって言ったらその当時フランスブランドに負けていたからイタリアブランドを高めましょうっていうブランディングをしてきたりとか、あとはですね、まあその中で、まあどん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 日本に負けたら困るから日本と違うことやってってどん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 品質とブランド力を高め続けていって、まあそのエリアに学校作ったりなんかもしたりっていうことで、まあ本当に国を挙げて一概取り組んだエリアの一つでございます。まあ皮肉にも日本によって追われて作られたエリアを日本がまた真似しようとしてるんだからなんかちょっとどうなのかなって思うところもあるんですけれども、ただコモって、まあ、冒頭申しましたけど場所でしかない。でコモといってもいろいろあるよって言ってる中でなんかすいませんねエプソンさんって言いながらちょっとコニカさんに馴染みのあるところがなんか2社出てしまったんですけれども、MS の写真だけど一つは、まあ、スタンペリアディマルチ連合、まあ、マルチ連合って呼ばれる、まあ、マルチ連合というエリアなんですけれどもそこにあるプリンター会社で、ここは、まあ、今 MS さんのこれラリオが置かれてますけれども、コニカさんがよく使う資料にもよく出てくる会社さんでございます。まあ、中非常に綺麗ですよね。日本の先行女さん、やっぱりまだ、やっぱこの環境を見ると、女性でも働きたくなるなっていう環境だと思います。やっぱり私、前職いましたけど、前職の時、工場なんかいっぱい水浸しだったりとかしましたから、インクジェットってやっぱ環境的にもすごい憧れます。で、もう一つ横、こちらが、ミロリオテキスタイルっていう形で、こちらも業界の方だったらご存知かと思いますが、まあ、ここのミロリオテキスタイルのここ、何工場だったっけ？名前忘れちゃいましたけれども、ここの工場が閉鎖になったっていうことで、ついこの間、まあ、もう2、3ヶ月前ですか、話題になったところでございます。で、まあ、この規模感なんかもなかなかないところだかなとは思うんですが、この2社、抜本的に違ってます。マルティネンゴは、はっきり言って完全に下請け型のビジネスやってるところです。一方、ミロリオっていう会社は、自社でブランドを持ちながら、まあ、ブランディングをずっとやっていって、自社クオリティということでブランドに売り込みをかけていってたっていうことで、ビジネスの仕方っていうのがやっぱ全然違うんですね。日本においても、基本的に、この完全下請け型と自社ブランド型って、まあ、分かれるわけですけれども、日本の場合、大半は完全下請け型なんじゃないのかなというふうには思う。で、ですね、まあ、このどっちがいいのとかっていうところも、まあ、どっちにも長所短所っていうのがありますけれども、今日一つのテーマにもなりしたいなと思ってますし、ですね、私やっぱこのエリアってやっぱキーワード3つなんだと思います。で、一つは差別化っていうところがどうできるの、まあ、先ほどイタリアとブランドをどんどん高めてたっていうところでこれブランド力にも関わってくるんですけれども、イタリアってフランスとは違うよっていうことですごいやっぱメイドインイタリーっていう詐欺札こだわったりしますよね。まあこういった意味で差別化とブランド力っていうところがこのエリアしっかりと頑張ってつけてきたっていうところ、で、もう一つは、先ほどありましたけど、この規模っていうところ。先ほど、お話しさせていただいたミロリオっていう会社ですが、
ここ確か従業員数150人ぐらいいたはずなんですね。で、以前はここもコニカさんのプリンター入ってましたけど、途中から MS さんなんかを使い始めてて、まあ、この数年ずっと赤が続いてたような会社だったんで、決してもともとどうなのっていうところはあったんですが、まあ、このコロナの影響を受けて、まあ、完全に閉鎖になってしまったという形です。やっぱりたくさんの機械って話じゃないと思うんです。ここでポイントになってくるの、150人も従業員いたっていうところが、まあ、一つのポイントとなってくるときに、150人プリント工場にいるって日本の会社なかなかないですよね。私いた前職でもプリントの工場だけに関して言ったらいいところ70人ぐらいだと思いますよ。という中において、この差別化ブランド力っていうところに関しては、価格競争に飲まれないっていう意味においても非常に重要になってくると思いますし、あとはこの規模、ここが実はちょっと今回一つのテーマです。今まで先行所さんって、まあ先行所さんなんだかんだ30人ぐらいは普通にいたりします。特に大と思ってたりすると人はいっぱいいたりしますけれども、もっと小規模、まあ、極端な話、家族4人で、例えばナセンジャーのプロ120だったり、エプソンさんの新型の ML8000 を買って、一家4人、まっとうに生活をしながら、機械の焼却ちゃんと終わっていけるのみたいなビジネスモデルって日本だったらできないのかなっていうようなところを一つちょっとテーマにしたいなと思ってるんですけれども、いかがでしょう。私多分コモを全然全容を知ってるわけじゃないので、まずこのコモに詳しいエプソンさんからコモにこれあと抜けてることなんか教えていただきたいなと思ってるんですけれども。まあ、今、ご説明、あったように、生き残りをかけてということで、1998年に向こうの方から声がかかったんですね、エプソンの方に。で、デジタル。やりたいので一緒にやってくださいということで。向こうの組んで、やはり当初は、今ですから酸性インクでシルク半ぐらい、ですので、グローバルに見れば酸性シルクの割合が非常に多いということを言えますけども、まあ、弊社のお客さんのうち、本当に規模が大きいお客さん、まあ、トップ15社ぐらいですかね、そこで全体の生産量の8割ぐらいになりますけども、残りの4分の3はやっぱり小さいお客さん多くて、まあ、イタリアの企業さんの特徴ですけども、非常に規模の小さい業者さんが、まあ、コモだと染色の中心地でしょうけども、他そのいろいろな生地だとかボタンだとかいろいろな専門の業者さん、小さい業者さんが複数協力してものづくりやるっていう特徴があるので、規模の小さいところが多くなっています。で、用途からすると高級ブランド当然ありますけども、高級ブランドだけやるよってお客さんの数はそれほど多くはなくて、本当に弊社のプリンターだけでも5台から10台他社の、プリンターを入れるとですね、もうおそらく15台以上、お持ちのお客さんだと本当に幅広く仕事を取られていて、先ほどのザラさんの仕事なんかもそういう会社は受けているということで、一つは高級ブランド特化型、それから幅広く取る、業者さん、それからあとはスポーツですね、ナイロン、酸性、インクでナイロンで水着とかヨガウェアをやるお客さんというように多様なお客様がいらっしゃいます。当然新興国のようにローカルファッション向けの安いものを、やるというお客さんはそれほどいらっしゃいませんし、製品の安いところで低価格の消化転写やってるようなところと直接競合するということもされませんけども、その中では多様な出力業者さんがいるというのが私が受けている印象です。まあ、エリア本当にそうですよね。まあ、イタリア自体がすごい家族業っていう形が多いので、規模すっごい小さい場所もありますけれども、まあ
ジバとしてしっかりしていますよね。テキスタイルをやろうっていう中で姿勢といいますかね。まあ、ただそれだけのインフラがちゃんと整ってるっていうところも、まあ、大きなポイントだとは思ってます。まあ、日本もまだギリギリ、まあ、先ほどの虫とかソーピングっていう話で、若干ながらまだ生きてる部分はあると思うんですけれども、まあ、そういった磁場をどうにか復興できないのかなっていうのは私は思ってたりします。小松さんの方から非常に僕面白いなと思ったのが、実はここで出てる差別化っていうところのポイントになってくるんですけれども、ハイエンド、まあ、いわゆる、まあ、例えばエルメスさんだったりだとか、ディオールさんだったりとか、サンローランさんだみたいな、まあ、超高級ファッションやりながら、裏の仕事でザラも受けてるっていう形で、実は出力、これ、本当に出力屋さんが、これはザラだから解像度落とそうなんてこと絶対しないんで、実はハイエンドも、老化学においても、インクジェット一緒なんですよ、基本クオリティが。だから差別化が非常に難しくなってて、より単価が取りにくくなったりしてるっていうところも当然あるのかなと思ってます。なので、私あんまり色が綺麗だとか、友情感がどうのっていう世界に行くと、どん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 ドツボにはまるんじゃないかなと思ってて、むしろなんかこのブランド力だとか、そういったようなところをなんか高めていくような形にインクジェット使えないかなと思ったりしてるんですけれども、ちょっとごめんなさいね。一回、ちょっと共有を一回消させていただいて。コニカさん的には、ちょっと私先ほどちょっと一部お話をしましたけれども、日本において、まあ、イタリア的な、まあ、家族業みたいな形。これなんか僕いくつかちょっと事例は知ってますけれども、こんなのがなんか、まだまだ増えてくんじゃないのかなとか、増やせないのかなみたいなのって、なんかどう思われたりしますかね。ってのも、まあ、はい、どうぞ。いや、まあ、先行助産って、正直、もう回り切られてると思うんですよ、ほとんど。の中で、まあ、先行助産の機械のリプレースの話っていうのがあるところに、今度はさらに、エプソンさんまでが参戦してきて、なんか群雄割拠してても、我々プリンター売ったりする業者からですると、規模が増えないと商売が全然増えなくって、あまり面白くない商売なので、まあその規模感をどう拡張していくかっていう中において、コニカさん的にはもうある程度一回りしてった中で、どこかを拡張していかなきゃいけないんじゃないのかなと思ったりしてるんですけども、いかがですかね。難しいところなんですけれども、まず一つ我々今、ナッセンのマシンとしては小さめの120というカテゴリーの商品があって、まあ、先ほど言ったように、家族経営のような形でやってるようなところがあります。で、そこのはある意味成功している事例になるんですけれども、やはりデザインを自分で起こして、まあ、彼の場合は、彼って言っちゃいましたけど、彼の場合は自分でそのストーリーも企画して、要はネット上で、まあ、ある意味クラウドファンディングに近いですよね。そういうものを企画から全て作って、一点物をかなりいい値段できっちり作り上げていくと。ただこれできるの、家族でできるっていうのは産地があるからなんですね。彼らはプリンデザインできてプリントまではナッセンジャー持ってるからできます。ただ彼らが自分で前処理できるわけではないですし、まあ、生地調達はまあ調達するとしても、発色したり縫製したり彼らが自分でできるわけじゃないんで、のり屋さんも必要、まあ、のり屋さんも必要ですし、そういう意味ではですね、産地というものがやっぱりきっちり、産業として残ってないと、困っちゃうわけですよね。正直言うと我々もそういう、せっかくインクジェットというアイデアを少なくともプリントにおいて具現化できる装置を作っていても、最終的に物にならなかったら商売にならないので、ここはやっぱり産地の力というのが必要だと思ってますと。もう一方でそのやっぱりナッセン工場さんっていうのは、逆に言うと、先ほど陳加工とかブランディングとかいう話がありましたけれども、我々のお客さんの中でもやはり記事提案を自分からしていくような形を取り始めているお客さんもいます。これはやっぱりデザインから取り込んでいっ
って、なるべくその辺を直接ブランドオーナーに提案できるような、まあ、当然そこに間にコンバーターさんが入ったり、コンバーターさんから経由っていうのもありますし、ブランドオーナーに直接というのもありますし、その辺の動きというのも出てきてます。これはやはりインクジェットであれば、当然その衣装を載せるという意味においては自由度がかなり高いですし、その冒険的な試みも可能であると思ってますので、その辺がやはりインクジェットを今後増やしていく鍵ではあるかなと。で、付加価値、先ほど言ったように付加価値という部分をどうつけていくかっていうと、やはり、まあ、デザインでありブランドであり、そういう部分をやはり各社っていう部分では作っていかないといけないのかなと。とあとちょっと話が変わっちゃうんですけど、最初 DX って話がありましたけど、まあ我々もエプソンさんも当然そのオフィス機器でいろいろ DX という話の中でいろいろやってますと。で、当然その産業用マシンとしてナッセンジャー、あるいはロブステリーというモナリザという、あ、ごめんなさい、ロブステリーじゃない、モナリザという商品を出していますが、要はエッジだけプリントする部分だけデジタルになってるんですけど、なかなか、あと画像もデジタルで作られているのに、この商売のプロセスというか全体が決してデジタルでつながっているような状態ではないというのが、やっぱり我々の提案の努力が足りないところ、お客様とそのどうやってブランドオーナー、あるいはそのコンバーター、そこの情報の流れ、あるいはそのお客様の中でも工程管理とかそういうのが分断されちゃってる。結局は端々がデジタルになってるだけで、決して DX というのには程遠い状態だと思うんですね。その辺をやはり我々そういうオフィスも含めた本当はいろんな連携の技術を持ってるはずなのに提案できてないっていうのは、まあエプソンさんも多分一緒かなと思うんですけど、その辺をもっとやっていけば、ね、もっとなんか違うことが起きるんじゃないかなとは思ってます。なかなか難しいんですけど。なるほど。エプソンさん、今エプソンさんもそうじゃないかなっていう話ありましたけれども、どうです？そうですね、国内の市場も坂田さんおっしゃったのは本当に同じようなところで、いわゆる製造工程である川上、縫製高の川中、川下ってところが本当に分断されてしまってる。特に染色業者さんが、いわゆるブランドオーナーさんたちとつながってるかというと、あまりこうつながってるというところが非常に少ないというところがありますので、ちょっと我々が本当にデジタルをもっとこう、広めていくためにというのは、ブランドオーナーさんであったりとか、いろんなこう、いわゆるこの繊維の業界というかですね、アパレル業界の中のいろんな層の人たちに対して、広げていかなければいけないんじゃないかなというのをですね、考えています。なんかそれを、まあ、我々だけじゃなくて、なんかうまくトニカさんと一緒になってできれば面白いのかなというふうには思ってますけれど。そうですね、そこに関しては本当に私もプリンターメーカーさん各種手を組んでほしいなと思うんですよね。なかなかこんな風に、まあ、直接会いに行かなくても会えるようになったんだからこそ、まあ、もっとブランドオーナーさんと物を作る現場、まあ、あるいはまあデザイナーさんだったりとか、まあ、いわゆる決定権を持つ人ともっと作り込めるようなことって活性化できるんじゃないかっていうふうに思ってますし、そういうインフラ整備、まあ、ネット環境整備になるかもしれないですけれども、まあ、そういった仕組みをなんかこの日本スタンダード的になんか作れることができたら、もっとこの業界活性化するんじゃないかなと思います。まあ本当にそうですね、コニカさんのプリンターのユーザーさんって自分のところで自販品作ってたりだとか、あとデザイン自分でやってるから決定権結構持ってたりするお客さんいますよね、そう考えると。はい、うん、なんか言われてみるとそんな気がしてきました。ありがとうございます。ですね、まあ4時ちょっと回ってしまいました。そろそろお時間なんですけども、今日質問とかチャット全然入ってないですか？大丈夫ですかね？いいのかな。まあ
プリンター同士の販売はバチバチどうぞやっていただけたらと私は思いますけれども本当に日本の、まあ、この布に関わる産業って一つの、大きな転換期にあるのは間違いないと思います。まあ、その中において、世界を牽引される2社が2社ともやっぱりクオリティ決定してるようなところっていうところと、もっと密にできるような仕組みっていう部分っていうのが出来上がってくれば、規模感がなくっても近場に、そうですね、周囲のインフラさえ整っていればもっといろいろできる可能性があるんじゃないかなっていうことは感じれたかと思います。ただやっぱり本当にハードル非常に高いので、私からもうお願いなんですけれども、やっぱりこう我々のようなちょっとね小さなところではなかなかそういうブランディングできないので、ぜひエプソンさんとコニカさんでこの DX 化の道をちょっとなんか旗揚げしていただけると非常に嬉しいなと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。